はい、時刻は午後8時を回りました。皆さん、こんばんは。プラネッツの宇野恒弘です。プラネッツ批評座談会。この番組ではですね、毎回、様々なゲストの方を呼んで、今話題の作品について熱く語り合う番組です。で、今回扱う作品はですね、もう発売直後に早くもダ作との評判がもうすごく立っている、村上春樹の、まあ、ちょっとその2時間のためです。すみません、僕、微妙に。冒頭から価値判断を挟んでしまいましたけれど、全然皆さん好きな人もいっぱいいると思うんで、本当に忖度せずにガンガンもうコメント等もお願いします。はい、ということでね、村上春樹6年ぶりの新作となるこの長編ですけれど、まあ、コロナ禍の、ね、挟んでの発表ともなったので、まあ、ちょっと微妙にね、結構仮の時代への応答なんて側面もあったりすると思うんですが、まあ、そういったところも含めてね、なんかこう村上春樹がどうとか今度の新作どうとかっていうところをね、結構だけじゃなくて、なんかもっと包括的にね、なんかこう村上春樹のこの 一冊の小説っていうものを契機に、なんかちょっと幅広く現代における文学的な想像力とかね、物語の行方みたいな話もできたらいいなというふうに、結構思っております。で、今日はね、吉田アナウンサーがいないので、僕が本が司会をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ではね、早速ゲストの皆さんご紹介いたしましょう。まあ、パラネットには昔から出てるんですけど、意外とこの番組は初登場なんじゃないかなと、この形式になってから初登場かな、なんかね、なんですけど、立命館大学国際関係学科准教授の張育満さんです。こんばんは。こんばんは。なんか久しぶりだね。久しぶりだよね。なんかね、張さんね、だから、でもうちでの2、3年ぶりじゃない？そうだな。うん、だってだから、だから、周庭が捕まる前だもんね、まだね。周庭捕まる前。うん、捕まる前だから。なんかこう軽くちょっと自己紹介をしてください。うちは社会学やってて、まあ、文化社会学、歴史社会学系で、まあ、いわゆる昔は香港でアニメ漫画の授業を教えてるんだけど、今、日本に京都に移籍して、むしろなんか国際なんか関係学とか社会学っぽいやつを教えてて、でもまあゼミを大体最近の、日本人の、学生さんはいろんなアニメとか漫画とかね、もう扱ってる、そういう中途半端なところで、うん、ところです。はい。そうです。ね、張さんは本当に多分、うん、世界70億人、80億人の人類の中でただ一人、僕のこの早口を関東語に同時通訳できる男なので、そういった意味でもすごくいつも頼りにしてます。はい。はい、どうそうだね。よろしくお願いします。張さん、ちなみにこう、春樹はどうなんですか？うん、村上春樹？うん。うん、一応、昔、宇野さんのリトルピーボとかその辺も、ね、ずっと関わってるから、嫌でも全部、まあ、全部じゃなくても大体は読んでる。うんうん、一応日本研究、私なんか日本文学よりは日本研究の一ケースとして、村上春樹が、まあ、読まないとダメみたいな感じで、うんまあ、そういう文学文芸よりは社会現象として村上春樹の作品として読んでるよね。うん、そうなんですよ。うんまあ、張さんはね、僕留学中にね、僕がもうこの世で最も尊敬していない社会学者の一人である小熊英二さんの門下にいたりとかも結構しているので、まあ非常に結構この日本の結構コンテクストにも割とね、通じているので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあで、もう一人ですね、こちらも最近おなじみですね、書評家の三宅佳穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三宅さんもちょっとチェックイン的に一言いただけますか。はい、村上春樹は私結構大学の時から結構割と読んでて、台湾にある村上春樹研究センターってところがあるんですけど、なんかそこでなんか学会発表とか私実はしたことあるっていう、村上春樹実はガチでっていう感じの書評家です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はね、ちょっとオーソリティとしての発言を期待しています。そしてですね、皆さんね、毎度おなじみですけどね、この番組、オクトパスエナジーさんの冒頭の謎のアニメーションだったと思うんですけど、これ、オクトパスエナジーさんの提供でお届けしております。もう僕もね、オクトパスエナジーさんに出会って以来、もう再エネ以外の選択肢は世界に存在しないと思って、強く生きてますんで、強く思って生きてるんで、よろしくお願いします。はい、ということでね、この放送は、20時30分頃から、ニコニコ放送のプラネッツチャンネル限定放送になりますので、最後まで聞きたい人はね、今のうちに視聴チケットをお買い求めいただくか、チャンネルの入会をご検討ください。ね、ご入会いただくと過去の放送回やアーカイブでも動画を楽しめます。で、次回はね、5月19日で、推しの子を扱おうと思ってます。まあ、あと、まあ、僕やばとか、ね、辺とかもやろうかなとか、まあ、いろいろ、今のと考えてます。なんか、これらの新作とかね、6月になるから、辺とかも結構射程に入っていますので、よろしくお願いいたします。はい。ね、それではね、早速ですけど、議論に入っていきましょう。いつも通りですね、この街とその不確かな壁を語る上でのキーワードを1個ずつ皆さんに結構用意していただいているので、本当は1個じゃなくてもいいんですけど、好きに書いていただいていいんですが、それをせーのをどんで出して、それをなんかこう、バンと一斉に出しながら、その心はみたいなことを結構聞きながら、トークを進めていけたらいいなというふうに結構思っておりますので、皆さんご準備の方よろしいでしょうか。はい。はい。じゃあ、いきましょう。はい。じゃあ、せーのをどんでいきましょう。はい、せーのをどん、バン。はい。いや、ちょっと待ってください。じゃあ、張さんからいこうかな。張さんのあれを見るためには、僕が多分これをスピーカービューにしない限り。はい。スピーカー入りました。はい。じゃあ、これ、何これ？世界市民主義の極東にいる、パピトよりは推しの子を読むべし。おお、なんかすごいね。なんかちょっといろいろ聞きたいところがあるんだけれど、少なくともまずこのバビットって何ってところから結構聞きたいんだけれど、ちょっと後で聞きましょう。はい、じゃあ三宅さんは？はい。ナオコの鎮魂をまだやってたんかです。ああ、なるほど。じゃあ僕多分ね、三宅さんと同じような視点でね、ノルウェーの森が実質的になかったことにっていうところなんだけど、じゃあこれどうしようかな。じゃあなんか三宅さんの受けて僕が話した方がいいだろうから、張さんからいきますかね。なんかパピットで、前の世紀のアメリカの文学者ルイスの有名作、日本はあまり知られてないんだけど、1922年の小説、なんかどうしようもない、なんか中年なんかサラリーマンみたいなアメリカの、なんか表と裏が一致しない、なんかいい人の演出ふりをしてて、実はめっちゃつまんない中流階層のらしいの男。だからもう村上春樹はもう世界的に東アジアは特にそうだけど、この世界市民主義はなんかちょっとリバルル感じな、私みたいな、なんか大学の先生とか宇野さんみたいな、小説批評家とか、もうそのようなみんな憧れてる、世界市民が実はパピットみたいな、どうしようもないつまんない生活だなと思ってて、でそれよりはもう時代遅れたから、むしろ推しを読むべしだなと、私はもう、村上春樹のもう、その事故に対する態度はもうすでに、もう時代遅れというか、むしろみんなの関心は多分推しを今の現在のもう一般人のイメージ更新もされたので、村上春樹を読む価値はどこにあるかちょっと悩んでるわけです。なんかそれもうちょっとなんか詳しくちょっと言ってくれない？どっちのパピット？両方だから、そのパピット的なものの延長に張さん、村上春樹を捉えていて、そこの射程距離自体がもう現代には有効ではなくて、全くこの小説っていうのは機能してないというのが張さんの評価なわけでしょ。そうですね。だからその辺をもうちょっと細かくコンテクストを教えてほしいんだけど。まずパピットってアメリカの一般人のイメージは、一方は例えば、トルクフィーさんのなんかアメリカの民主主義という本で、なんかみんな熱心で国家の事務とかパブリックな事務、公のことをやってて参加している一方のアメリカ人の、イメージなんだけど、もう一方はこのパピットという、どうしようもないつまんない中流階層のサラリーマンみたいな存在は、なんか表にはいい人を演出するんだけど、実は内なる自分がもう、饒舌して自分のことを語って、でも実はあんまり面白くない。という2つのイメージはやはりアメリカの自我に関して、もうよく語れられてるけど、日本はやはりこういう世界市民の、極東にある、こういう80年代、70年が村上春樹が代表してる、もう政治と離れてて、じゃあどう生きていくのか、そういう目標設定が。で、その目標設定も、多分宇野さんの、書かれたレビューも書かれたように、やはり、もう大きな物語とか政治とか、その関わりも、その新作はもう一切触れずに、単なる自分の内なる対話ずっとやってて、そんなに悩んでいいのかというのは、本当の私の感じで、今はもう2023年でしょう、で、香港の事件はもう2019年で、あとは戦争、ロシア、中国から攻めてきて、まだ悩んでんの豊正直でもう19年以前の世界にとどまっちゃうじゃないの、うん、でも壁と卵の比喩もみんな知れてんだけど、逆にそういう比喩はメタフォーも一切機能せずに、うん、諦めてもう単なるつまんないサラリーマンになっちゃったなと。ランニングして図書館やってて、そういうどうしようもない事務的なことをやって、あれは結局前になんか Everything Everywhere の映画で、そのなんか税務の、領収書を処理してるそのミシャオ・ヤンさんみたいなそのものが、なんか喜んでるミシャオ・ヤンさんだね、それは、村上春樹が、それは領収書を整理して、実は自分の生きがいが洗濯屋さんの領収書を整理して、そっちの方が楽しいなとは村上春樹の本音だよね、実は。うん、だから村上春樹はむしろ大混乱な世界で、もうミシェル・ヤンさんの洗濯屋の領収書を喜んでるやってるのも村上春樹だね。うんうん、そういう感じです。だからその後半のむしろ教え子の方が、まあ、多分次の番組で取り上げるんだけど、そっちの方がやはり表と裏の矛盾が積極的に受け入れるのは、今の事故や事故を語るもう大前提というか、もう反省的な自分と、その演出を強いられる自分をどう処理すればよいのかは、そっちの方を読んだら面白いし、他の、まあ、異世界系とかも、むしろ今のどんなにダサいなアニメや漫画でもラノベでも、そっちの方面白い、やはり異世界とかかってたら語るとしたら、うん、だからもうなんかめっちゃ古いの70、80年代の村上春樹のリメイクで、うん、それはもうみんななんというか、もう単なるアイコンがになった村上春樹ね。うんうん、だから読むのは大変、うん、というの感想だね。うん、いやなんかこういろいろちょっともうちょっと突っ込んでいきたいことがあるんだけど、まあ最初に一周した方が結構いいと思うんで、ちょっととりあえずまだ一回置いといて、うん、三宅さんじゃあちょっとその心を説明してください。はい、まあ直子の鎮魂をまだやってたんかっていう話は、多分それこそ宇野さんの著作とかにはもう常にある話だと思うんですけど、なんか村上春樹ってこう初期の方でやっぱりこう、まあ、一人のその自殺しちゃった初恋の女の子っていう10代の時の初恋のことをずっと書いてて、でそこでその初恋の思い出が、まあ、なんかノルウェーの森とかあたりで一回こうもう自殺させちゃってごめんねっていうこう鎮魂が終わって、でそこからまあ例えばね夫婦関係だったり、じゃあ社会に対してどうやってこうコミットしていくかだっていう話だったり、あと結構その最近だと騎士団長殺しあたりで、なんか自分がどうやってこう父親になるのかとか、なんか社会においてこう父として正しくあるためにはどうしたらいいのかみたいな主題が割とまあ出ていて、なんかそれをこうやって1984あたりからもうなんかどうなんだと言われつつも、一応その主題をこう継いできたわけなんですよね。なんですけど、そのなんか村上春樹のこう文学の中でこう今回いきなりそのなんか父になるとか社会についてこういう姿勢を示すみたいな話がもうパッと全部こう消さってしまって、で突然出てきたのがその初期の直子の初恋の10代の思い出っていうことで、なんかもう死ぬ前に見る夢みたいな、本当に相当のなんか一番輝いていた神戸でのあの思い出をもう一回再現して、でそこからじゃあその女の子にさよならを言うためにこの小説を書いたんですっていうのがなんか今回の一番の意図な気が私はしているんですけど、とはいえその72になって17の時の恋愛の鎮魂をまだやっているということをなんか是とするか非とするかが、まあ、この小説の評価するかどうかのポイントなのかなと思っていて、個人的にはなんかやっぱりなんかもうちょっとこう老いた夫婦関係とか、なんか夏目漱石が晩年に書いてたようなやつとか、あとそのカズオイシグロみたいになんかちょっと昔の古典を翻案するとか、なんかそういうこう方向を考えてほしいなって感じなんですけど、こっちに行ったかっていうのが私の感想です。うん、はい。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、僕もね、まあ、結構、ざっくり言っちゃうと、まあ、僕ね、ノートで結構、わりかし書いて、あれ、一時期無料公開してたんで、読んだ人も結構多いと思うんだけど、なんか本当にダメだと思うんだよね。なんか、騎士団長殺しよりもさらにの時も、なんかこう、自分の過去の文章をコピペしてきて、なんか締め切り間際でテンパった大学生のレポートみたいな文章だなっていうふうに結構思ってたんだけど、今回もっと薄弱になっていて、まあ僕もずっと言ってることだけど、やっぱコミットメントがやっぱ消滅してるっていうね。なんかね、やはりね、やっぱりマルクス主義の時代がやっぱり終わってね、マルクス主義がじゃあちょっとイデオロギーからデタッチしなきゃいけないってことから結構出発した村上春樹が、まあ90年代にね、それでもやっぱり倫理とか正義とかって大事だよねってことでコミットメントって言い出して、なんかこう新しいタイプのコミットメントは何かってことを基本的には書いてきた人なんだけど、もうやはりこう1984の後半ぐらいかブック3ぐらいからその主題ってやっぱりなくなってしまっていて、どんどん後退していっていて、むしろこうなんか中高年の自分探しみたいなね、自分のこう男性主体とのどう肯定するかっていう問題に結構シフトしていたら、まあ、そのこと自体はいいことでも悪いことでもないんだと思うけれど、そのなんか追求の仕方がもう明らかになんかすごくこう発展性がないというか、それこそこうノルウェーの森の頃から全然こう発展してない、つまりこう石原慎太郎みたいにね、なんか強い俺様が女子供は守ってやるから自分は肯定できるっていうことではなくて、何かこう弱い女性に必要とされるから自分は存在価値があるんだっていう感じの、まあなんかこう装飾系のマッチョイズムみたいなものを村上春樹ってずっと抱えていたと思うんだけど、そこからなんかそれをどんどん強化肯定する方に行っていて、全くそこに対して結構変化が起こらないっていうことをやっぱ繰り返していくことで、それってやはりこうね、やっぱり彼の、まあ、今回の小説って結構そのことが分かりやすく、下手したら一番分かりやすく出ちゃってると思うんだけれど、まあ彼がなんでそこを崩さないかっていうと、まあ、砂漠と偉人たちとかでもね、書いたことだけど、コミットメントの根拠になってるからなんだよね。まあ、つまりこうイデオロギーみたいなのを結構無視して、もっとフラットに社会にコミットしようと思ったときに、それって逆にインターネット的な危うさと表裏一体で、結構油断するとすぐ陰謀論だ、心の弱い人が、なんかこうイデオロギーってものに距離を置いて、なんかこう社会とか歴史にコミットすると結構すぐ陰謀論とかに結構染まっちゃうと。だからあんまりこう勉強してない人とか考える力の弱い人がなんかこうマスコミとかに騙されない、教科書とかに騙されないって言ってこうインターネット検索すると、なんか変な YouTube とか見たりとかね、変なブログとか読んで、南京大虐殺はでっち上げだったんだ、歴史の真実がここにとかなってるのをみんな見たことあると思うけど、まあああいったものに結構なってしまうんで、まあだからちょっとやっぱ人間強くならなきゃいけないと。疫病に抗うためには強くならなきゃいけないって今回風に言うとね。で、その強さを担保するのが何かっていうと、そのなんか弱い女性に自分は必要とされてるんだっていうことの男性性の確認だったりすると。で、まあだから結構彼はそこをどうしても外せないんだけだよね。でもこれが何を生んでるかっていうと、やはりこう、なんか彼の中でやっぱり女性収奪と、そういった弱い女性を所有することによってアイデンティティを確認するって、ある種の性搾取とコミットメントってもう不可分なものになっていて、なんかねじ巻き鳥みたいに自分がもう大胆に悪を殺害するぐらい強いコミットをすると、その責任を負って奥さんは全部失踪したり、こう普通に逮捕されて裁かれたりとか、手を汚す役割は奥さんがやって責任取るみたいな、こういった奥さんの犠牲も、女性の犠牲も大きくなってしまうと。で、それが騎士団長殺しとかになってくると、なんかコミットメントの度合いとかも全然少なくなっていて、その代わりなんかこうマッチョイズムもマイルドになってると。だから騎士団長殺しの村上春樹って近所の女の子にちょっと尊敬されたいぐらいまで結構マチズムが縮退していて、その代わりコミットメントもほぼ縮退していて、ちょっとなんかこう古い絵とか見てアンシュルスとか南京事件とか勉強しましたぐらいのコミットになっていて、それもコミットでも何でもなく社会科見学なんだけど、まあそういう結構ジレンマに彼陥っていたと思うんだよね。で、まあ、で今回ね、だからその病状が騎士団長殺しよりも端的に言うと、まあ、悪化してると。で、まあ、でさ、今回さ、唯一あるコミットメントってさ、なんかさ、終わりの方に取ってつけたように出てくる、なんか疫病に抗わなければならないみたいなさ、一言じゃない。あれってなんかもうさ、ほぼ意味がなくて、なんかこう、心を強く持つことが人間にとっては大事だみたいなね、なことまで結構意味がもう縮退してしまっていて、で、まあちょっと行き着くところまで来たなっていう感じがなると、もう本当にもうなんかなんか現代的な悪に対峙しなければいけない、ただしマルクス主義に回帰することなくみたいなこという巨大なテーマに挑んでいた村上春樹が、ちょっと心を強く持つと陰謀論に感染しなくて済むぐらいまで結構縮退してしまってると、しかも自分を強く持つ方法が初恋の思い出をちゃんと温め直すみたいなことになっていて、本当に終わってるんだけど、これね、でそのさ、このなんかさ、マイルド化した村上春樹、ここ10年ぐらいマイルド化した村上春樹のさ、コミットメントってさ、すごい凡庸じゃない？なんかステップファミリー受け入れますとかさ、なんかさ、あとなんか結構インタビューとかも最近よく出てるけどさ、なんかもう誰でも言えるようなさ、坂本龍一みたいなことばっかり言うじゃない。なんかこう坂本龍一が発言してるのか村上春樹が言ってるのか区別がつかないようなさ、最小公倍数的なリベラルなことを言っているさ、まあ俺もう 9割方賛成するよ、彼らの言ってること。けどさ、別にお前言わなくていいじゃんみたいなさ、ハーフポストのライターとかが言っていいことだよ、それなんかね。なんかいうことでさ、なんか意識の高いさ、なんかさ、リベラル系メディアの記者がさ、なんか左手で書いたようなことを言うわけで、村上春樹がね、村上春樹がインタビューでわざわざね、すごいカメラマンにかっこいい写真撮ってもらいながらね。いや、あれでも、で、小説の中身って結構スカスカになってさ、なんかちゃんと歴史のこと勉強しようぐらいのメッセージしかもうなくなってるわけだよね。で、これ本当に結構痛いことだと思っていて、まあ僕は、今回の、街とその2つの壁で、その傾向が覆るとか別の方向に行くことを期待していたんだけど、基本的にはますます薄弱な内容になってしまってるっていうのが、まあ、評価です。で、その上でちょっと論点出すと、ちょっとね、これ後で細かく言うけどさ、一番俺思ったのがね、心を強く持つみたいな処方箋そもそもどうなるってことなの。心を強く持つために女性を消費するのはもう間違いなく問題外なんだけど、そもそもなんかこう一人一人が心を強く持ったら、現代的なアイデンティティ不安から来るなんかこう社会なんかで悪に手を染めてしまう現象、オウム真理教的な悪に対抗できるって、結構さ、俺この言葉使うのあまり好きじゃないけど、ネオリベ的な発想だよね。一人一人が結構心を強く持つと、なんか陰謀論とか信じない強い主体になるってさ、なんかお前もなんか未来を信じてさ、なんかさ、イノベーションにさ、加味して人生をなんかこうさ、前向きに生きればさ、陰謀論とか気にしたくなるよって言ってるのと結構近くてさ、結構無自覚にこの人ね、なんか新自由主義的になっちゃってるんだと思うんだよね。本人絶対否定すると思うけどね。いうことが、だから個人が強くなることで解決しようとすることの僕はなんか限界感じる、村上春樹の根本的な。で、彼はそれでなんかこう村上春樹的な個人主義の限界だと思ってる。これがまあ論点1で、論点2がね、これ出てくる小安さんっていうさ、彼を導く幽霊の おじいちゃんがいるんだけど、あれはさ、彼を抑圧しない都合のいいお父さんだよね。都合のよく導きになってくれて、一切その抑圧しない、虚勢しない都合のいいお父さんで、最後彼の身代わりになって、めっちゃネタバレするけど、壁の向こうの世界にとどまってくれる、彼の身代わりにとどまってギフテッドの少年っていうのは、都合のいい、責任取らなくて済む息子なんだよ。なんか異世界に送り出すけど学費とか一切払わないみたいな感じのね。でもなんかこう、俺はこの少年をちゃんと見守ってるから OK みたいな感じの、なんか父になる快感だけすごく与えてくれる子供で、なんかね、ひたすら自分に甘い、なんか奥さんとかお母さんを描いてきた村上春樹が、ひたすら自分に甘いお父さんと息子を描くようになってしまったことの、なんか絶望感みたいなものが論点2だと思う。で、論点3がさ、これ宮城さんの感想の方一緒なんだけどさ、お前なんかさ、直子を失った後にさ、神戸からさ、早稲田に行って東京で出会ったさ、布団屋のお嬢さんと仲良くなって学生結婚してさ、なんかさ、救われたんじゃなかったのみたいな。だからあなたは今どこにいるのっていうのはさ、もうさ、直子を失った、直子イコール大きな物語を失った世界でもさ、不器用に社会に対してね、世の中に手を伸ばしていかなきゃいけない。だから、まず自分の位置を問われる。それが俺の文学なんだみたいな宣言だったはずなのに、あれなんか、緑からの電話なかったことになってるみたいな。そうなんですよ。これやばくねみたいな感じの、あれさ、緑明らかに奥さんがモデルなんだけどさ、こんなこと言うのはちょっと失礼かもしれない。奥さんこれ見て、諦めてんだろうけど、怒んないのかなみたいな感じのことが心配になるレベルで、ノルウェーの森本当になかったことになってるっていう、なんか水原希子ちゃんがやってた緑がもうかわいそうでかわいそうで仕方がなくなるっていう、これが論点3ですね。はい。思わんかった？いや、もうそれ一番思ってっていうか、本当になんか、っていうか一人称単数っていうこの小説の前に出た短編集がなんか本当に神戸の話だったんですよ。もうマジでなんか神戸の話であることしかなんか読みがいがない本と短編集だったんですけど、なんかそれがなんか直子の話めっちゃしてるなと思って、しかもそれがなんか小説っていうよりもほとんどノンフィクションぐらいのレベルのなんかもう思い出話を書いてて、でえって思ってたんですけど、それが街とその不確かな壁でもう全開になっていて、いやちょっとこれまでのこのてか我々が批評してきたあのノルウェーの森以降の作品群は何やったのかっていうのが一番いやこれなんかさそう歴史修正主義みたいなもんじゃん、なんかさなんか結局俺の世代はここやったんやっていうのが結局なんかこういう社会学分析はあんまり好きじゃないんだけど、結局中層階級の男性のしかも失敗作みたいな文学、例えばなんか継承の問題とか家族のなんかそういうなんかあなた図書館館長やれよとかもし言われたら私も喜んでやりますよ多分。そういううまい話が持ってきてその面倒くさいなさは一切ない静かな息子があったらもうそれも喜んでやってもらうよと継承して自分のもう一個の自分のスキルを、それはなんかしょんぼりな中産階級男性の妄想みたいな、もちろん中産階級の妄想とかもう多分昔の文学もいろいろあるんだけど、多分こっちなんか一番薄い、その薄さが先ほど信仰の話はなんかもうそのまんま新海誠としてしょとかその辺でもう結構村上春樹だけじゃなくて、むしろなんか日本のサブカルとか文学もあらゆる範囲で、しかも日本だけじゃなくてアメリカの今のテレビドラマ見ても、もう映画見てもそういう感じね、結構共通されてるなと思って、世界レベルで世界市民のそのどうしようもない中産階級のいいお話はもうそろそろ終わりだなとは私は読みますね。村上春がまあなんか良くも悪くてもこういう弱点というか上流貧なんか貧困性とかその心の描き方とか文化と心をどうやってうまく発展させるのかもうそう終わってしまって、でもその終わってしまった感覚ははっきり分かったのがこの新作だね。だから文学から見るとこの今作はもうめっちゃダメだと言われそうだけど、多分社会学見れば今の社会やはり終わりだなとはっきり分かってしまうよな、うん、いやでも本当になんかやっぱ死ぬ前に見る一番いい場所がなんか10代の初恋っていうのがもうちょっと悲しいんですけど、でもなんかそれがでも確かになんかその新海誠的なものもそうだし、今の日本のその確かに中産階級というかまあおじいさんが見る一番いい夢っていうのがなんかすごい納得いって悲しいっていうところがすごいあるんですよね、なんか、うん、なんか私村上春樹読んだらなんか自分の話というか自分の生活ライフスタイルそのまんまだね。もうそんなつまんない毎日とか習慣になんかめっちゃつまんない生活だねと私は別につまんないと思わないけど、なんかそこまで語る必要あるのと、でそこまで語ってなお日本だけじゃなくて世界的にみんな受け入れはやはり世界的にダメだなと思って、なんか調査みたいな生活とかは多分一人で十分 なはずなんだけど、社会的に私こういうタイプのこういうつまんないな生活学者生活みたいな、いやあるいはなんか領収書を生産して図書館の業務そこまでやるのとか、そこ文芸でしょ、だからもうその村上春樹の精神と二重構造を継承して日本のサブカルはもういろんな異世界系とかなんとかいろいろあるんだけど、なんか前回のこの番組なんかクリトマンがあるでしょ、アニメ映画が。でクリトマンでなんか5000年前とか1000年前のお姫様に執着してて、その姫様になんか、いつまで引きずっているのとか、そのセリフがめっちゃ響くのね、村上春樹の新作を読んで。で、その執着、ね、変な意味での執着は、やはり、なんか今の村上春樹が代表している世界的な創造は、やはりもう、この世界的な大変化の目前にして、もうなんか、鎮魂どころか、もうお葬式な、スピーチみたいな、という感じが、まあ、そのスピーチとしてやはり、分かっ分かった気がします。はい。いやだってさ、ほら緑ってさ、新しい時間の肯定、新しい時代のさ肯定性の象徴だったわけじゃんさ。ね、あのパターンってさ、しかもさ結構いろんな人に影響を与えてるさ、マイバックページの最後に出てくるさ、なんて妻夫木君が出会う女の子とかもさ、まああれ緑じゃない、つまりさ、もう今までのね結構マルクス主義的なね左翼の時代が終わってね、革命政治の季節が終わるって消費社会やってくるんだけど、そこは結構基本的な喪失感が漂ってるんだけど、希望もあるよとね、新しいね冷たいけど自由な社会の結構さ象徴としてさ、まああの女性表紙の使い方がフェミニズム的にどうなんて問題はまた別にあるんだと思うんだけれど、まあさ、まあ、とりあえず緑ってそういう位置づけだったわけじゃない。でもさ、なんかでそれはやっぱりさ、村上春樹が世界文学化した理由の一つでもあるわけなんだよね。うん、つまりこう70年代以降の先進国のさ、知識人たち、ね、ホワイトカラーたちがあったなんか豊かさと引き換えの喪失感のようなものをどう位置づけていくかっていう主題がやはり村上春樹の世界的なポピュラリティの源泉だったのに、なんかこうそこをもう村上春樹が信じられなくなってるわけだよね。うん、で信じられなくなったらなったらいいんだけど、だとしたら全力でその総括しなきゃいけないんだよ。でもこれなんかさ自分の世界から緑的なものがなくなってるっていう作家としてものすごく大きい変化のはずなのに、そこに向き合ってない問題なんだよね。うん、単になくなって単に内容が薄くなって、そこを都合のよく現れてきた、なんかこう自分を抑圧しない虚勢しないお父さんと自分に小遣いにならない少年にこう責任を問わない疑似的な息子によってヒーリングされてるっていう、本当になんかさ、なんかいやそれを書かなきゃいけないっていうところから、なんかことごとく目をそらしてる小説だと思うんだよね、俺これ。でもなんか村上春樹チルドレンってやっぱりこの国のほんとサブカルのメインになっちゃってるじゃないですか今、その新海誠にしても、うん、そのドライブ・マイ・カーにしても、だからなんかその村上春樹多分的なものはなんか多分後で話すと思うんですけどが、なんかその個人主義であることとか、あとその緑とああいう関係も進んでたこととか、まあ子供をどうするかっていう話とか、父になるのをどうするかみたいなのが、なんかそのやっぱ老いるとむずいんだなっていうのをなんか今回すっごい感じて、そのなんていうんですか、村上春樹チルドレンこのままじゃこうなるみたいな感じをすごい思って、なんかどこでどこ行けばいいんだろうっていうのが、なんか村上春樹自身も分かってないし、ってことはその後のなんか、うん、マッチョイズムじゃないその、まあ、だから草食系みたいな話かもなんですけどじゃないこう男性性ってじゃあどこ行けばいいんだっけみたいなのが、なんかすごい日本自体の話な気もするんですよね。そうね。あのさ、なんかね、俺ね、有料閉じる前に1個だけ言うとさ、さっきの張さんの話結構手がかりになると思ってさ、まあ、張さんはさ言ってみればさ、まあ、ある種のね、まあ、現代におけるなんか大学というシステムをハックして生きているさ、香港からやってきた高等遊民みたいな感じのさこと自分で言ってたわけじゃんさ。でもさ、まあさ、まあ、これでも閉じてからの方がいいかな。いや大丈夫でしょ。大丈夫、うん、いやだからさ、まあ、張さんは一言で言うと思想的に今香港にいたくなかったわけですよね。うんうん、行政でも実際に僕ら共通の友人とかもさ、まあ、みんな知ってると思うけどね、もう政治活動できなくなってるわけですよ、逮捕して FGO だけで生存確認してるような感じなんですよ、あれが。で、ちょっとお母さんの話とかしてもいい？大丈夫でしょ。うん、だからまあ張さんはだからで、まあ、お母さんを香港に置いてきてて呼び寄せたいんだけど、日本って移民規制がクソだから呼べないわけですよ。ね。いうことです。でだから一見教育マンのような村上春樹的なね高等遊民をしているような人間でも無数の政治整理がんじがらめになって一生懸命この生活を実は維持してるわけであってね、張さん本人言いづらいだろうから俺が言うとさ、はいね、だからさ あの生活がさ、なんかさ政治的でないということ自体が結構幻想なんだよ。ね、そうでしょうね。うん、そもそも俺に言わせるとそもそもそうでしょう。うん、しかもなんかこれ読んでて私がそうなのか、例えば、ポテトチップスが4箱食べて、ポリトルスも4箱食べて、だとクレイムゲームセンターにちょっと2回3回やってて、実こういういわゆる村上春樹的な中層生活は、実その支えてるのはいろいろ都会のエンターテインメント性とか、いろんな近代性の冒険心とか、それはいろんな政治的な野心が支えてるんだけど、でこれ一切浄化してなんかなかったようになってるが、でもご本人は結構辛いだなと思ってる多分作者自身が、なんか 2年とか、村上が自身が、なんか2年がずっと閉じ込め旅行できなくなるよとか、いや、そりゃそうだろう。そういう、いわゆる中層階層、知識人、作家の生活は一見平凡なんだけど、実はいろんな、いろんな国に行ってね、ちょっとスピーチやって、僕のさんもそうでしょ、なんか、外に旅行できなくなって、ちょっと前一緒に香港遊んでて、ニューヨーク行ってとか、いろんなところがあって、で、そこからは、こういう読み書きの生活をやってるわけですよ。会社員の生活をやってるわけですけど、で、それを全部一切配慮せずに、そこで書くと、こういう、めっちゃつまらなくなるです。はい。うん。じゃあ一回ね、ちょっとね、ここでね、結構運営さんには結構閉じてもらって、なんかだんだんちょっとなんかこう、角が立ちそうな話に結構突入していってる雰囲気がするので、結構運営さんちょっと閉じてください。はい。これね、いやだからさ、なんかね、いやだから2つの問題があって、まあ、そもそも何か、なんて言ったらいいかな、まあ、村上春樹の結構標榜しているような形のね、戦後中流的なデタッチメントみたいなものが今もう社会構造的に単純に成立しなくなってるってことでした。あまりにも無頓着であって、それはなんかさ、なんかでもリベラルなメディアに出てさ、なんかさ、安全圏からリベラルなスピーチを800字ぐらいですればさ、なんかでヤフーニュースに結構乗っかるとかでさ、どうにかなるようなことは全然ないわけなんだよね。なんかもっと実態のあるコミットメントをしないとさ、みたいなさ、そういったことに対してあまりにも結構無頓着であるっていう問題と、まあ、あともう一つがね、やはりさっき宮城さんが言ってたね、なんかその根拠に結構男性的な自己実現みたいなのを置くっていうことの結構限界、っていう多分この2つの問題がね、今結構この小説っていうのをものすごく空想にしてるんだと思うんだよね。うん